ただ今日1日だけの参加になっておりました。もう4会場回ってプラスそこの交流広場のところにいましたね。頑張りました。よさこいコンペイトーはよさこいが初めての方、あと久しぶりの方、それからそんな人たちと一緒に踊りたいメンバーで構成されています。コンペイトーっていう名前をイメージすると、まあ、可愛いカラフルなのを想像しますよね。実はコンペイトーの鳴子ってみんなバチの色が違うんです。この後みんながポーズを取るので、その時、まあ、みんな何色の鳴子使ってるのかなって分かると思うので、そこも注目しながら応援よろしくお願いいたします。みんな準備 OK？ じゃあ最後の演舞になります。いくぞよさこい！
ません。